こちらはかなり癖が強いお客様なんですが、超音波アイロンを使って、手術をしている状態です。一液を今超音波アイロンで浸透させているような状況です。で、これ超音波アイロンの音をちょっと聞いていただきたいです。結構音がジリジリ鳴ってるのは分かると思うんですが、これは決して熱は入っておりません。触っても熱くない状態です。これは熱で、ジュージュー焼いてるわけではなくて、超音波ですね、超音波で浸透させてるような感じになります。どういうことが効果があるかというと、パーマ行きのパワーを上げなくてもこの超音波アイロンを使うことによって、ドイツのですね効果が出すことができるんで、髪に負担がかからなくて綺麗に伸びます。はい、矯正はねパワー上げるか あとはじっくりやっていくかって感じになってくると思うんですが、より、こちらを使うことによって浸透率が上がるね、特に前髪だったりとか産毛だったりとかがパワー上げないでこれで伸ばすことができるので、かなり、使えます。おすすめの手術になります。はい、でケアですけど、これ水で洗っちゃうとまずいので、タオルで拭いてください。で、この液晶画面のところが水入れちゃうとちょっとにじんじゃったりするんで、ちょっと気をつけてください。もう拭くだけで大丈夫なんで、しっかり拭いて使っていただければ、大丈夫です。はい、こちらはですね、一剤流した後にムササビのクリアコートをつけるとですね、ちょっとパリッと、まあ、洗濯糊みたいなイメージ、実際洗濯糊と成分は全く違うんですけど、このようにパリッとなるので綺麗に伸びてくれます。はい、流さないトリートメントですね、通常流さないトリートメントなんですが、矯正の時に使うとアイロンの熱から守ってくれたりとかもしてくれるので、かなり使えます。はい、本当にね癖が相当強いんで、このグローブを使いながらですね、細かいところもしっかり伸ばしていくというような感じにしてます。はい、かなりですねこういうようなレシピでやっていくと綺麗に伸ばすことがメンズの矯正でも可能なので、ぜひお試しください。